にちは。わかります、この喉が変な、喉が変というかおじさんがいる時の私、今ナウナウ、おじさんナウ、おじさんナウはやばいか、おじさんが喉にいる。俺がいるの？俺がおじさんだよ。めっちゃおもろい。こんにちは、おはよう、こんにちは。今日は波動です。ドキドキの一年生。さすがにでもこれを外ではやってない。みたいな。さすがに外ではやってないけど、すごく嫌だ。おじさんが暴れてる、暴れてるわ、嫌な暴れ方。鬼リピ、鉄道のエイツさん、ありがとうございます。糸ぽよさん、星キラキラありがとう。母さん、やばい喋れない。母さん、星キラキラありがとう。飴舐めたらどうにかなるもんなんですか、これって。飴ならいっぱい持ってますけど。こんにちは、やっほー。今日は波動ということで、あ、待って、一押しガチャ引こう。とっても緊張ですが、なんか勝てそうな気がするので勝ちたいです。あ、でも一押しガチャ引かなくてもいいんだ。私 N 以外全部揃ってるんだった、そういえば。まあいいや、もう引いちゃった。アメちゃん、そのこの蚊のなんていうの、喉の感じにアメちゃんは意味あるのって聞きたい。
今回のハルピョンのシークレット宇宙っぽくてかっこいい。それね、宇宙してるよね。わい、わい宇宙してるわ。ちょっとメモっていかないと忘れちゃう。岩淳さん星キラキラありがとう。身近なバダちゃんかん、あ、神てててててれてててれててれてててれててれててれてて。なんか気づいたらさ、そう、私一押しガチャ引きやすいように2つは自分のデッキなんですけど、1つはっていうか他の3つは基本的にあのあれにしてるんですよ。その一押しガチャをいつも引いているメンバーのあれにしてるんですけど、なんか気づいたらいっぱい穴開いてるんだけどみんな卒業してっていっぱい穴開いてる。気づいたら悲しい。水島 UR 来たなんかお正月っぽいね、あれ UR の背景は。すごい急に私のプロフィール晒されてんだけどありがとう。そうです、正解です、正解ですが、突然のプロフィール晒しありがとうバブバブさん神ありがとうございます。この紫のは何だった？直吉さん推ししか勝たんかな。ありがとう。朝からドボン珍しい。いやドボンしてない別に別にドボンしてるわけじゃない。喉飴を使用して唾液の分泌を促すことで喉の痛み、あ、喉は別に全く痛くないんですよ。ただこのおじさんがいるっていう状況だけちょっとどうにかしてほしい。てかさとみなちゃん全然出ないんだけど UR もシークレット、あ UR ようやく出た。 UR もシークレットも全然出なかった。めっちゃ引いた。さとみなちゃんだけでめっちゃ引いた。あと誰のカードゲットしとこうかな。他の男がいるのか、やばいやばい、めっちゃおもろい他の男がいるのかめっちゃおもろい、最高におもろい。めっちゃおもろすぎる。喉の話ね。しかも体内にめっちゃおもろい。やばすぎ。他誰欲しいかな。ランダムにしよう。そう、あ、待って、
ヒユカのレベル4、ヒユカのレベル4が出てない。ヒユカを引かなきゃ。湿度を上げてない。じゃ痛くないんだ。それでも正しいのかな。でも今すぐパッと喉飴出てこない。あ、 UR 出た、来た。そう、あっちにはあるけど。ヤギちゃんの UR も出ました。もう満足。あとは最後にレミタンのシークレットが出れば、てか確定なので出るので、もう満足です。私今回の一押しガチャはい、終わり。これ髪長い。でも今日切ってもらう。あ、やばい、一押しがハルピョンじゃなくなってる。危ない。 OK、 完璧。橋本春菜のシークレットです、こちら。いいね。なんか全然プレゼントボックス受け取ってなかった。受け取っとこ。めっちゃコイン増えてる、嬉しい。みんながいいにしてくれたやつ。18周年記念スタンプ。あら、こんなんもゲットしてなかったわ。うちハイアンドロー報酬。ちなみに私の今の順位は64位。え、ねえ、みんな怖いんだけど。うちのさ、ピョンズのさ、このなんだ、なんて言うんですか、みんなのアイコンがさ、みんな18周年3位から10位。おもろすぎる。10100万10万100万1000万。なるちゃん超えんのってむずいのかな。この時間やっとこ。ぴょんちゃんとランキング連番チャレンジ今んとこ成功してる。あ、じゃあ今から私頑張るんで一緒についてきてもらってちょっと今から頑張るんで、ちょっとついてきてもらえたらありがとう。絶対無理すぎ。2000万ポイントって言った、私今なるちゃんとの差。ゴールデンベッドタイムじゃないからな、あんま上がんないからな。でも今日ゴールデンベッドタイムできないし、ちなみに今日メイク時間少ないってこと？うちらなんか練習がうんちゃらかんちゃらで入り時間変わんないってことは。メイク時間が少ないってこと？
でもポッケムリはそんなだ、よかった。そのもう一つのチーム、固定速度ちゃんたちとビリーブのところはもっとうちらより早い。わかんない、早くなってんのかな、集合ちょっと覚えてないや、前回の前回の覚えてないや。ねえスペード、そっか連番しようとしてんだそうだった、勝ちに来ようとされてんだコンタクトは使えない。こんにちは。なんか今日めっちゃ、昨日か、昨日の夜ドライヤーしてたらめっちゃキシキシだったの髪が。そう髪がキシキシだったんですよ、めちゃめちゃ。それで最悪と思って、ドライヤー中にね、もう最悪やんと思って、まあとりあえずでも全部乾かそうと思って、全部こう背景を見ながらこうやって乾かしてたんですけど、したらなんかどんどん乾かせば乾かすほどサラサラになっていってそう今日朝起きたらもうサラッサラでした。もう何もしてない、前髪だけアイロンした、ちょっとうねってたから前髪だけアイロンしたけど、え、だからその過程に何があったのって感じ。山内さんキラキラ星様ありがとうございます。そうなんかよくわからん、よくわからんキシキシを一回挟んでた私の髪。今日は終わってから配信しないかも、めっちゃ明日朝早い。てか順当に終われば早く終わるかな早く終わるかな絶対言わないよね、いつも通りでしょう。そう明日めっちゃ鬼早なの、まあいっか、明日鬼早でさ、とあるしてレッスン、とある公演レッスン、やば、もう よく寝れそう明日の夜明日の夜よく寝れそう。そんで30日も朝早い、朝早い可能性あり、31日だった、よく寝れそうここ2日間が、ここ3日か、31日までが結構カツカツで頑張ります。嬉しい悲鳴だ、とても嬉しい悲鳴。差し入れいっぱいあるんで頑張ります差し入れいっぱいもらったんで。これってもしかして冷蔵、あ、やばいよ、冷蔵のもの一日冷蔵せずに置いてた、危険。
用冷蔵なのに。今日はしっかり準備運動して臨みたいと思います。なんか昨日このふくら足がこうやってあるじゃないですか、ここ関節でこうやって膝曲がるとこだと思うんですけど、でこっち側胴体ね、ここのふくらはぎのなんか裏側というか膝裏の下というかがすごい突っ張ってて痛くて、なんでずっとこう足をこうやってやってその裏の筋肉をめっちゃ伸ばしてる感じなんですけど、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。膝の技は日の丸弁当ができました。はい、ぜひ今日のあれで波動で楽しみに見てください。靴下、ポッケムリってどんなスカートなの？ポッケムリ、ポッケムリの靴下、ポッケムリの服みたい。煙、あ、スカートはみんな一緒なんだ、これまでと一緒なんだ、変わんないんだ。じゃあもしかしたら靴下が長い可能性もあるので、その時は見えませんが、膝だと見えんのかな、ギリわかんないけど、まあ拝んでください、ぜひ。あざを、あざを、あざを神してください。あざを神、あざを拝むこと、あざを神。30分ぐらいに終わってご飯食べてって感じかな、私の。今の考えてる予定は10分くらいに配信終わって、ごめん、めっちゃあくびした。アイドル、あざおがみ、お顔になってください。アザオガミオガオ、どんな名前、明日どこで配信できんだろうって感じ、マジで。あ、今どのタイミングかちょっと分かんない、本当に見て、うん、結構忙しこちゃんなんで頑張ります。全然
まあ朝5時に起きればねできると思うんですけど、ちょっとそれは無理ちょっとそれは無理なので、さすがに無理なので、絶対に無理なので300% 無理なので、だってさ前日に波動して朝5時に起きる人聞いたことある？いないですよね。とりあえず頑張ります。え待って本当にどのタイミングで、まあいいや、15分でもできれば。移動中とかさせてもらえないのかな、スタッフさんついてるから無理かまあ最悪公演のあれですね、前にメイクめっちゃ早く終わらせてかな。え厳しくないか。まあ配信チケットというものがあります。本当にやばいんですよ私、明日のスケジュールみんなにもう開示したいんですけど、でももしかしたらレッスンが巻いてできる可能性もあるので、そうちょっと長めにとか、でも公演はすごく楽しみですので頑張りたいと思います。ね、人差し指だけネイル塗ってないのバレる？やばいかな、外れちゃったんだよね人差し指だけネイル。でも写真撮られるんだもんね、ちょっと塗っとこう。持ってこ波動会場に、さすがにバレる。どうなんだろう、まあ明日になってみないと分かんないし、やってみないと分かんない。頑張ります、とりあえず人生。今日ってミヨンさん出ます？ミヨンさんってうちらのチームか、じゃあ出ないわ、くそー今日出たら誕生日ブーストで絶対に勝てたのにポケモリくそあ、皆さんお話し会握手会12時までです。3月23日の5部が残りわずかとなっております。もうオンラインの一番最初の部ですねこちら。
ぜひとも、ともともって感じです。上田り波動のチーム変わったの慣れてない。うん、あー沈んでいっちゃった。ハルピョン沈んでいっちゃった。もうしずみぴょん、無理、浮力が働いてない浮力が仕事してない。トラック野郎さん、キラキラお星様ありがとう。もう沈み切った。てか壇上の人さ、なんかみんなさ透明人間なのうちだけ私んとこだけ壇上みんな透明人間。木の聖子ちゃん、今日はユイリさんがいる。そう、でもどこのチームと一番最初に戦うんだろう。それにもよるよね、マジで。あなただけ、あ、私だけなんだ。じゃあいっか、みんなのとこに見えてんなら。トラック野郎さん、星キラキラありがとう。推しギフト集めてるので、ぜひ、あの、例えばね、ハートとかだるまとかポンみたいな感じであれば、まあ同じショールームゴールドさんのギフトをポンってしていただけたら橋本喜ぶよって感じでございます。ありがとう。イサムさん、キラキラお星様ありがとう。やばい、半顔で喋ってる。マスク状態。ちょっと起き上がるわ、このあくび終わったら。浮力に仕事してもらうわ。ちょっと重力強すぎて、うちのとこ15ぐらいある重力。あ、よくいしょ、よくいしょ。これ書かなきゃ。今日じゃなくていいか、今日じゃなくていいかが毎日なんだけど、まあいいか今日じゃなくていいかが毎日。締め切り来ちゃうよ。
かさん、ピンクくま、サイリウム、キラキラありがとう。オープンアカウントさん、キラキラありがとう。昨日山部さんがピョンちゃんにドラフトのこといじったらまずまずいかなって聞いてきて可愛かった。え、なんて言ったんですか？なんて言ったんですか？めっちゃ可愛い。いいですよ、むしろいじられない方が辛いっす。いじってください。いじられない方が結構辛いっす。はい、今シーズンずっといじっていただけるぐらいいじっていただけた方がむしろ。ファンはダメ、ファンはダメ、そうファンはダメ、正解。確かに、ひろよこさんは気にせずに聞いてくる。いや絶対そう。いやでもなんかむしろ聞かれない方がしんどくないですか？普通に聞かれないってことはなんか気使われてるって思っちゃう。絶対気使ってるやんって。そう、てか多分その私にとかじゃなくて普通に、あれ皆さんドラフトどんぐらいでしたんでしたっけみたいな。まだね、始まってデイ2だから今回そんな感じだよね、きっと。皆さんドラフト何順とかでしたっけ、普通に聞いて。一順です。絶対やばそう。え、なんていうのが正解なんですか、こういう時って。なんか指原さんとかだとなんて言うんだろう。なんかかわいそうな子には見えたくない、かわいそうな子。主役は遅れて登場するって言いますか。皆さん私の凄さにビビって選べなかったんじゃないかなと思うので。公演のビンゴで例えて優勝、いやそれファンの人には通じるけど、ひろゆこさんと山部さんには通じんから、はって顔されるから絶対ダメ。 AKB のファンの人なら通じるけど、ファンの人だったりとかこう劇場足運んでくださってる人だったらわかるけど、従順ですけど。あ、待って、諦めたらそこでうんちゃらかんちゃらみたいなチームあったか、ね、言えないや。従順ですけど、諦めたらそこで試合終了なんでとか言いたかった。言えないんだ、うちらのチーム名じゃない。なんかチームあったよね、そんな感じの。あー残念。残念、言えなかったわ。
かわいそうな子にならないように皆さんとりあえず笑っといてください。お願いします。ということで11時半になるので配信終わります。やっほー、ま、とりあえずワオライブさんにて波動頑張りますので、ん？波動頑張りますのでワイオライブさんにて見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてエナジーもいっぱいください。スーパーボールもいっぱいください。よろしくお願いします。それでは最高時キャッチフレランキング読むわ。ランキング読んでキャッチフレーズして終わります。いきます。ちょっと待ってください。優勝したらあの波動終わって時間あったらお風呂の前に5分だけでも配信したいと思ってるので、ぜひハルピョンの配信を見たい方は優勝させてください。よろしくお願いします。ということでいきます。1位直吉さん、2位鉄道のエイトさん、3位タカマガオハピョンズさん、4位トラックヤロアットゴリさん、5位バージョン R さん、6位くじのだいごさん、7位岩潤さん、8位マックミックさん、9位カーとピョンズさん、10位ムジカのバナナと筋肉痛につきお手柔らかに、あ練習、え練習、私が筋肉痛、えどういうこと、筋肉痛イエー。11位大橋8633、12XYZ さん、13位 K さん、ありがとうございます。ということでそれでは皆さんありがとうございました。また明日おやすみ、ワオライブで見てね。バイバーイ。あ、はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5401盛り上がりの皆さんに切ってきたいことだけスチャー、台湾県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。すいませんでした。おやすみなさい。ありがとう。さようなら。バイバーイ。またね。